ASC オツェルルガラツィは、ルーマニアガラツィにホームを置く、サッカークラブである。1986から87シーズンに初めて、ディビジア A に昇格した。1988から89シーズンに、UEFA カップに初出場し、イタリアのユベントス FC との試合ではホームでの、第1戦に1から0で勝利した。2004年には、 国内カップの決勝に進出した。2009年7月には、ルーマニア代表最多出場記録を持つドリネル、ムンテアヌ監督を招聘2009から10シーズンのメンバーは、下部組織出身の若手が、中心ながら8位となり、2010から11シーズンに、リーグ戦初優勝を飾った。2011年7月のスーペルクパロムニエでは、 ステアはブカレストに干渉して、初のカップ戦タイトルを獲得。2011から12シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグに初出場し、マンチェスターユナイテッド FC、SL ベンフィカ、FC バーゼルと同組となった。UEFA クラブランキングは、グループリーグ出場32クラブ中再開であり、グループ再開で大会を終えた。中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。